というわけで、相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。というわけで、少し前に流行ったあのフレーバーがついにチキン業界にもやってきたぞというわけで買ってまいりました。それがこちら、でぜーん、ケンタッキーフライドチキンさんのレモンペッパーチキンオリジナルチキン食べ比べセット、そしてハニーマスターのツイスターでぶん。というわけでね、こちらケンタッキーフライドチキンさん、少し前にね、塩レモンブームっていうのあったかと思うんですけれども、やっぱりあったかくなってきたこの時期、レモン風味でさっぱりいただきたいなっていう、そういったスケジューリング、味のブームっていうのがあるんでしょうか。もっとあったかくなってきて、夏になってくると激辛に変わっていくんでしょうか。そういったね、邪推を思わずしてしまうような、そういったプロモーションの手法が透けて見えるようなこのレモンペッパー風味ということなんですけれども、じゃあ蓋を開けた瞬間にね、ケンタッキーさん独特の香ばしい香り、並びにこうレモンっぽい爽やかな少々酸味の効いた香りとかが漂ってて、いやこちらたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでまずはスタンダードな味わいといったところでね、オリジナルチキンいただきますよ。いや、こちら言わずもがなといった感じの安心安定のスタンダードな味わいでね、これね、何度も申し上げてます通り、油とこれ表面についている粉の味わいでしょうかね、この衣がね美味しいんですよね。はい、続きましてこちら、今回のね主役でもありますレモンペッパーチキンいただきますよ。いや、こちらね、先ほどのオリジナルチキンの衣とは打って変わって少々ね、歯ごたえがあってザクザク食感なんかも味わえる、パン粉的なのがねいい味出してると言いますか、衣のレモン風味でややさっぱりとした印象ながらも、ケンタッキーさん独特のね味を濃く感じる、そういったスパイスだとかハーブの美味しさなんかも感じられて、これは本当に夢うまですよ。なるほど、いやこれはそこまでパンチはないんですけれども、安心安定のクオリティといった感じでレギュラーメニューになってほしいなと思わせてくれるような、そういった味わいですね。はい、それではこちらツイスターハニーマスタード味いただきたいと思います。いやこちらね、たけちゃんのちょっと聞いてよのコーナーなんですけれども、普通の定価でツイスター購入したんですけれども、お会計の時にねポイントがつくっていうんで、アプリお持ちですかっていうことで、あ、アプリ入ってますっつってアプリを探してみたところ、あ、クーポンあるじゃんっつってクーポン探してみたんですけれども、このツイスターの割引クーポンっていうのをね見落としてまして、お会計後にこちらハニーマスタードツイスターのクーポンがあるっていうのに気づいて、そのクーポン使っとけば50円割引だったっていうことで、50円損したつもりなんですね。いやあ、そこでねしっかりアプリをチェックしておけば50円割引のクーポンがゲットできたのに、というわけでね50円分しっかりね味わってやろうかなと思っております。なんだその話、いただきましょう。いや、むちゃむちゃ味が濃くて、ハニーマスタードの甘さとレタスのザクザク感、それらがねこのツイスターのトルティーヤ生地で、そちらの方と混ざって、いや美味しいですね。
はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。まあオリジナルチキンの味わいはもう説明する必要もないと言いますか、安心安定のクオリティで、いや何度も言うように衣についたあのスパイスパウダーの美味しさたるやといった感じでね、時々無性に食べたくなる味を思い出すっていうような、そういった癖になる味わいで、でレモンペッパーの方はザクザクの衣とレモンのさっぱりとしたフレーバーのマッチが絶妙で、ちょっとこう骨がたくさん入り組んで食べにくい部分ではあったんですけれども、ザクザク感とお肉がね口の中で混ざり合って、これまたね美味しくいただくことができましたね。そしてハニーマスタードツイスターなんですけれども、クーポンを使わずに定価でいただいたっていうこともあってか、50円の割引よりも、いや定価で食べた方が美味しかったんじゃないかななんて思えてくる甘いハニーマスタードがツイスターのねトルティーヤの皮と、いやよくマッチしててとっても美味しかったですね。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はケンタッキーフライドチキンさんのオリジナルチキンレモンペッパーチキンの食べ比べセット B& ハニーマスタードツイスターいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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